おざす。はい、今汲み取りの人に来てもらってね、このうんこ汲み取ってもらってます。飯です。お茶。あとですね、この鶏たち、この一部あろうかなという種類がね、明日生まれる予定ですね。はい、ちょっと楽しみです。はい、飯です。ちょっとこれ食って筋トレします。補給スポットここですね。ここで、はい、ビタミン C が取れるんです。補給できます。目が見えないんです。あ、うん、これか。これキイチゴちゃん。そうですね、うん、あ、大地の恵みだここも補給スポットですね。クワの実、これも食べられます。いいです。地味うま。肩に変な芋虫がねついてますね。はい、ちょっとね、山椒の実を取っていきます。こんな感じ。ちょっとここでキュウリを支えるちょっと竹を取っていきます。このキュウリがですね、このつるをこの巻きつけられるようにちょっと竹を設置します。やります。成功うどくを。よし、村っぽい酒ですね乾杯。バイバーイ。飲みやすいですね。染みますね。あ、いただきますよ。鹿児島のうまかとんです。いいです。これも九州とかで。うん。はい。女子的な盛り方ですね。カニ寿司。はい、ここトイレのね、扉なんですけど、ここにカエルちゃんがいますね。あ？家から本当は持ってきたかったけど、その映画の時間です。よいしょ。夢だ。月曜ロードショー。せっかくなんでこの。おざす。横はどうやら今日の夜に生まれそうですね。ちょっと一部ひびが入ってますね。いい具合に晴れてきましたね。はい、買い出しを短期滞在者のひささに手伝ってもらってます。おっさん、おっさん。だいぶ渋いもん焼いてますね。それ好きなんですよ。こんがり焼き足。ちょっと一瞬だけそこで食って。じいちゃんどうすか、プチ宴は。できてよかったです。めっちゃ急じゃないですか。すごい合宿感が半端じゃない。楽しいですね。ありがとうございます。長い活動。めっちゃでいいです。
合宿館カレー。塩このね、殻が一部割れてちょっと動いてますね。動いてるんでちょっと今のうちにあのひよこの巣箱を作ります。はい、この段ボール2つ作ります。めっちゃピューピューいってますね。おおお、生まれた。すげえ。ちょうど割れる瞬間が。すげえ。おめでとう。おめでとう。はい、完成しました。ひよこの段ボールハウスです。こんな感じ。はい、こちらが先ほど誕生しました、まさみちゃんです。まさみ、寝ましたね。人生初ドラムガンブロー。あっつ、45度ぐらいですね。ああ最高っす。決まりました。ああ決まりましたね。ああめっちゃ最高っす。長いやつだ。ああ線香花火っぽいやつ。昨日結局生まれたのはこの3匹ですね。はい、飯です。これはあれですね、このちょっと等間隔に生えてるこの芽たちはパクチーですね。はい、こんな感じでちょっと芽吹いてきてますね。いい感じです。そして雑草かなと思ったこいつが多分ですね、サニーレタスですね。はい、多分サニーレタスだと思います。すっきりしました。 220×180 で はい、ちょっとここに生えてるニンニクの芽を収穫して食います。じゃあもうこんな感じですね。収穫しました。でちょっと散歩もついでに。はい、飯です。はい、今日また別の種類の出産孵化日か、生まれてますね。はい、生まれたやつらはこんな感じですね。ちょっとこんな感じで、合流しました。飯です。このキュウリの支柱なんですけどね、まあ、このツルがちゃんと巻きつけるようにもっと細いやつじゃないとダメっぽいですね。ちょっと変えましょうか。竹を取りに行ってます。これ支柱用とこれちょっと釣り竿用に良さげな感じなので、ちょっとこれも取っていきます。はい、こんな感じでね、ちまちまと鶴が巻きつけられるスポットを作っていこうかなと思います。ちっちゃいけどミヤマクワガタ、すごい、いいですね。夏っすね。夏っすね。
飯です。ちょっとひよこちゃん用のですね、ごちそうが見つかりましたね。ちょっと親鳥としてこれは持って帰ってあげたいですね。はい、というわけで地面に降りてくれた方がね取りやすいんで、はい、というわけで胴体持って帰ります。はい、というわけでね、まあ、これだとねちょっとビビってみんな食べないんですよ。でこれをねちゃんと細かくしてあげるというか、ほらビビってちょっとビビってますね。まだこれを細かくしてあげようかなと思います。ほらお父さんビビった時の声ですね、これビビビって。はい、細かくしたやつをあげます。はい、細かくしたやつですね。おっと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 すごい、今もう今すぐ今直前で生まれましたね。直後かピヨピヨピヨつって、はい、補修が完了しました。はい、ちょっと池のヘドロをかき出してますね。かき出し途中なんですけど、こんな感じでアガハラヤモリがいますね。イモリか、この野いちごギリ食えそうなので、ちょっと収穫していただたいますね。はい、こんな感じです。炒め飯いただきます。まああんま甘くはないですけど、風味がいいですね。ちょっと桑の実も補給していきます。はい、こんな感じですね。飯です。はい、キャラブキを仕込みます。飯です。残すところアヒルのみですね。あと四眼地で生まれます。はい、飯です。気持ちいい、やばい、めっちゃこの景色やばいっすね。いいっすよね。あ、帰りたくない。帰りたくない。はい、視聴者の方がですね、この米と、まあ、別々の人なんですけど、この電動ドライバーくれました。あざす。はい、キイチゴ収穫しました。いただきます。うん。飯です。やばしそう。どういうこと？うん。昨日作ったキャラブケちょっと甘くしすぎたんですけど、うん、まあうまいですね普通に。うん。曲がっちゃった。気持ちいいです。気持ちいい。どうです、ちょっと水を替
いましょうか。はい、トイレのところになんかカエルがひっついてますね。ちょっと、はい、携帯の修理をするためにね、ちょっと街まで降りてきました。はい、治ったんでちょっと帰ります。はい、ちょっとせっかくね、街降りてるんで、というか、まあ、普通に誘惑に負けたんで、ちょっとここで飯食っていきます。来週あたりちょっと釣りしてみたいと思います。はい、ちょっといろいろ買ってきました。はい、まずマスターズナイスクリーンです。今日土日なんでね、バスがない村のところまで行かないんですよね。なので途中からちょっと1時間ぐらいかけてね、ちょっと歩いて帰ります。ここら辺の川にね、やっぱ魚いると思うんですよね。うん、でもやっぱいそうな、うん、川釣りしたことないんですけど、結構いそうな感じがしますね。およそ50分かけてね、最寄りの停留所まで来ました。はい、帰宅です。はい、ちょっと試しにこの池の水をね、流してみようと思います。来てますね。さっきのところね、水が溜まれば多分流れると思うんで、はい、そんな感じですね。一つ懸念点が、水がですね、多分、結構なんかこの水を遮るのが多分空いてると思うんですよね。なのでこれ以上溜まんないかもしれないですね。ちょっと流れてると聞こえますよね。なんでそんな感じです。はい。とりあえず池の中にはね、赤原山ヤモリがね、今見える限りで5匹ぐらいいますね。はい、ちょっと音が聞こえてきました。あのドラム缶に溜まったら、またこっちの方に流れてくるって感じですかね。おおおお、来たー。うん、いい感じですね。あ、なんかちょっと水出てない。はい、ちょっといい感じですね。水溜まるのかちょっと様子見てみましょう。これパッと見た感じ、やっぱ水溜まるようになってないですね。ちょっと穴塞がないと、この最後こんな感じです。穴塞いたところからもね、水漏れてないんでいい感じですね。はい、これが見つかって、さらにあっちに行くといった感じです。おいしい。すごい。これは何ですか。パンの耳を。はい。パンの耳を。はい。おやつに早変わり。おやつ、なんなんですかこれは。揚げパンみたいな。さっきかりんとうって言ってなかったですか。かりんとうって言わないんですね。かりんとうのような。はい。揚げパンのような。え、待って、おいしい。油すごいけどね。確かに今日土曜日ですもんね。金取村限定の土曜日クッキング始まったんですね。はい、いらっしゃい。はい、いらっしゃい。いらっしゃい。飯です。はい、玄関開けるとガタチが集まってるんで、収穫。地産地消。ほらほらほら、焼肉。おざす。はい、飯です。はい、飯です。
飯です。この親子丼は助さん作です。砂糖じゃなくてスパラジオにも使えます。はい、風呂に入ります。はい、ちょっと豪華な焼肉を用意しました。争奪戦や、焼肉争奪戦や。おお、ラガーマン、ラガーマン。いや、バスケか、バスケット選手か。おお、早い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 。はい、最後はね、ちょっと映画見て締めたいと思います。はい、というわけで今回は以上で終わりたいと思います。もしいいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録、そしてインスタのフォローの方もよろしくお願いします。まあ、インスタではね、普段の、まあ、この YouTube で見られないね、まあ、景色というか雰囲気も多分ストーリーで見れると思うんで、よかったらインスタのフォローもしてみてください。はい、あとはですね、筋トレプランに行きたい方はコメント欄のブログを見た上でね、ちょっと連絡してもらったらと思います。はい、というわけで今回は以上です。おろす。